皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。HiHiJets の猪狩宗也と井上瑞希が、3月16日放送のラジオ、ラジラー。サタデー NHK ラジオ第1、午後10時台に登場し、5月15日に CD デビューすることになった A。グループを祝福した。HiHiJets の猪狩宗也と井上瑞希が、3月16日放送のラジオ、ラジラー。 「サタデー NHK ラジオ第1」午後10時台に登場し5月15日に CD デビューすることになった A。グループを祝福した画像バラエティ番組にも多く出演する HiHiJets ハイハイ。この日京セラドーム大阪で開催されたファンミーティング A。グループ A 圧的ファン大感謝祭イン京セラドームみんなほんまにありがとうにて発表されたデビュー。 ラジラー、サタデーは生放送ということで番組早々に稲荷が、触れずに入られない、として、ええー。グループデビュー、これも素直に心からおめでとうございます、と切り出した。配信、僕見てたんですよ。ただ仕事でデビュー発表の瞬間は見れなくて、急いでバーってつけたら、正門、吉しが死ぬほど泣いてたんですよ、笑っと思い出し笑い。 そんな猪狩の笑い声につられて、井上も共に出演していた浜口勝、る、良い子、も爆笑に包まれた。もちろん真面目なシチュエーションであることは猪狩も十分に承知していた。笑っちゃいけないんだけど、としながらも、面白くてしょうがなくて、と続ける。すると、浜口は猪狩の心境を汲み取り、仲いいからこそな、と寄り添い、最後は井上が、おめでたいですよね。 ファンの皆さん含めておめでとうございますとお祝いの言葉でその場を占めた。浜口が言うように猪狩がえー、グループのメンバーと仲がいいことは広く知られるところこの日猪狩が見ていたという配信 URL もえー。グループの佐野昌也が事前に伝えていたものでダブルコートデビューおめでとうと伝えてもらえたと囲み取材で明かされていた。 それくらい近い存在だからこそ、どこかおめでとうだけで収めるのは照れくささもあったのではないだろうか。ジュニア同士の友情というのは複雑だ。仲間が夢を叶えたことを嬉しく思いながらも、自分も同じ夢を追うライバルでもあるという葛藤がある。CD デビューという数少ないチャンスを取られてしまったという考え方をすれば焦りや不安などに包まれてもおかしくはない。しかし、 この日の猪狩と井上からはそうしたネガティブな気持ちはみじんも感じられなかった。浜口勝、良い子、も爆笑に包まれた。もちろん真面目なシチュエーションであることは猪狩も十分に承知していた。笑っちゃいけないんだけど、としながらも、面白くてしょうがなくて、と続ける。すると浜口は猪狩の心境を汲み取り、仲いいからこそな、と寄り添い、最後は井上が、 おめでたいですよね。ファンの皆さん含めておめでとうございます。とお祝いの言葉でその場を閉めた。濱口が言うように、猪狩がえー、グループのメンバーと仲がいいことは広く知られるところ。この日、猪狩が見ていたという配信 URL もえー、グループの佐野昌也が事前に伝えていたもので、ダブルコートデビューおめでとう。 とと伝ええててもらえたた囲み取材で明かされていたそれくらい近い存在だからこそ、どこかおめでとうだけで収めるのは照れくささもあったのではないだろうか。ジュニア同士の友情というのは複雑だ、仲間が夢を叶えたことを嬉しく思いながらも、自分も同じ夢を追うライバルでもあるという葛藤がある。 CD デビューという数少ないチャンスを取られてしまったという考え方をすれば焦りや不安などに包まれてもおかしくはない。しかし、この日の猪狩と井上からはそうしたネガティブな気持ちは微塵も感じられなかった。トラビスジャパンデビューの際もラジオでコメントを残した猪狩うや振り返れば、2022年10月にトラビスジャパンがデビューをつかんだときにも、 ハイハイジェッツは毅然とした態度でいたことを思い出す。当時、井上は、ここで、おめでとう、だけの感情を持つようなジャニーズジュニアでいたくないなとも思うので、僕たちもより加速していこうと、と力強いコメントを寄せていた。そして今回は猪狩が、ライバルとして悔しい気持ちはあるけれど、それ以上にええ。グループの頑張りとか知ってるからおめでとうって、 素直に気持ちがあった、と話していたのが印象的だった。仲間たちに対するリスペクトと、そこから自分たちの歩みに対する自信。その堂々とした振る舞いには、彼らの実績が伴っているからだろう。昨週より初の冠番組、ハイハイジェッツの「ハイしか言いません。テレビ東京をスタートさせ、今年3月21日からは約2ヶ月かけて神奈川、福岡、 新潟、大阪、愛知を巡るアリーナツアー、HiHiJets アリーナツアー2024ビンゴ、コンサート2024も行うなど、テレビ、ラジオ、YouTube、そしてコンサートとマルチに活躍の場を広げている HiHiJets。グループ活動以外にも、猪狩が,が映画、先生の白い嘘、7月5日公開。 井上が4月スタートの東京開局60周年連続ドラマ「95テレビ東京」と次々に話題作への出演が発表されているのも彼らの勢いを感じさせるところこの日のラジオでは猪狩がガリリン星から来たという設定のガリリンになりきって盛り上げジュニア随一の実力者でありながらリスナーから「なめられキャラとして親しまれている井上が15年やってるんすよ」 と声を荒げて笑いを誘うシーンもあった。年々増している彼らの安定した対応力、そして磨き上げられていくパフォーマンスに、いつかきっと最高のタイミングでデビューという節目がやってくるはずだと思えてならない。どっしりと構えて、その日を迎えようという HiHiJets ハイハイの頼もしさを感じることができた放送だった。どこだと思いますか次は CU でした。